各地域には、あ、例えば、あ、ブルーベリーというのがありますね。私はブルーベリーあんまり食べても美味しくないんですけど、あれはジャムにするととても美味しく食べれるんですね。ブルーベリーっていうのは、あ、たくさんなりますけど、あれを収穫しないと、次の年、実がならないんだそうですね。だけど高齢化がしたり、収穫する手間がないもんですから、あ、せっかくなった実も、そのまま枝についたまま放置してやると来年はそこで実がならないんだそうです。そんな時に私たちは考えたのは、ブルーベリーを取りに来てもらって、そして、次の日に、ブルーベリージャムを作るような宿泊ができたらどうかなというのもあります。そんな時に YouTube でイタリアのトマトの農家の動画を見てたら、やっぱり完熟トマトがいっぱいできるわけですね。でも完熟トマトも旬なものですから、それを加工して、ケチャップのようなピューレにしなきゃいけないわけですね。それを大きな鍋でみんなで収穫してきたやつをみんなで作って、そしてそれをそれぞれの瓶に入れて家に持って帰るような風景がありました。これは例えば愛知県の渥美半島なんかはキャベツがものすごくできるわけですね。でもこれもやはり瞬間的にできるわけですから、それでなんとかクラフトっていうんですか、キャベツの酢漬けみたいなやつを瓶詰めで作って、置いておくとかっていうことがあるわけですね。きゅうりでもピクルスにしたり、まあ、いろんな加工があるわけです。そんなことを時期時期に、今月はトマトの、収穫をしてトマトピューレを作る、1泊2日2泊3日の、宿泊をしますよと、限定何人ですよってのを何回か日にちを分けてやってもいいわけですね。そしたらブルーベリーがあったり、それからリンゴでアップルパイを作るとか、リンゴジャムを作るとかっていうことも体験型宿泊で新しい顧客の創出がそこでできるのではないでしょうか。